皆さんおはこんばんにちは、ヒトポンです。あいだよ。というわけで前回は大東事務所を接待してたわけだけど、今は図書館レベルが上がらないと続きができないからレベル上げ中。多分これでレベルが上がるんじゃないかな。都市伝説。前は都市怪談だったっけ？これも何かのランク付けなのかな？ってか今気づいたけどこれ真ん中のなん？前回からあるわよこれ。俺てっきり街頭事務所のあの女の子のエフェクトみたいなものだと思ってたわ。というわけで再起動。芸術の会の解放終了。これで5つの会で接待ができるわね。まあまずはレベル上げからかな。いい本を燃やしてるしレベルが上がればいい戦力になるわず。なんか嫌な予感がするのは私だけ。大丈夫、俺も嫌な予感がしてるから。ダメだこりゃ。レベル上げ中でマジで助かった。ストーリーが関係してくる赤い招待状でこれ起きたら損害がでかすぎるよ。
というわけで今回は最大員が相手だね。いいところみたいだし、ピクサーとしても上の方なんじゃない？5級 ?4 級あんまり階級は気にしない方がいいかもな。まあもうピクサーって単語すら出てきてないしね。おかしいな、この挙動、ついさっき見た気がするんですが、さっきと移動してる方向は逆だし、チャンスはあるかもしれない。チャンスなんてなかった。よし、本を集め直すぞ。ここまで来るのに20分ぐらいかかった。その過程でレベルが上がった芸術界がめちゃくちゃ強くなってる気がするんだけど。逆や、黒中ハロボトミーでもあったよね、最後に。ピアニスト、これって、オープニングのムービーにも映ってたな。というわけでこの接待は2回あるみたいだな。彼らは2回目の接待で来るのよね。おそらく、そしてもうステータスに差はあんまりないな。ちゃんとバトルページを考えて編成しないとね。というわけで再接待完了。いやー、芸術界が強くて助かる。
会の完成度が上昇。秘書が1名目覚めたって書いてあったけど人数増えた。うん、増えてないね。そのうちなんか分かったりするんじゃないかな。お、これで早期の会のレベルは最大だな。4が最大なのね。そのうち上限が増えるかもしれないが、今のところはこれで最大だし、他の会もレベルを上げていきたいね。というわけで今回はこの辺で終わりにしようかな。あれ、祭の接待はまだ残ってるけど。あの祭の女性の人の本がなかなか落ちなくてね。一応40分かけて本を入手したから次の投稿が遅れるってことはないわず。というわけで次回で祭のお話が終わって、次に行けるんじゃないかな。それではまた別の動画で会いましょう。バイバイ。